もはや芝生に迷いはなかった。諸葛丹の乱を鎮圧し洛陽に戻った彼は冷徹に事を進めていく。義弟双方の権力をそぎ落としていったのである。それは以前巨匠に留め置かれた恨みではない。それは双方が諸葛丹の乱の黒幕ゆえではない。それは乱を終わらせ天下を一つにする責務を負った男の決意。司馬将の毅然たる行動の前に義の怨念は追い詰められていく。そして双方は最後の賭けに出る。新三国無双6神殿実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回は諸葛丹の乱を防いだんですが、ついに今回は皇帝自らが、挙兵したっていうかね、まあ反旗を翻したっていう状況になったという。さてどういう結果になるのかというわけで、ちょっとその前に武器チェックですね。あ、武器は前の状態ですね。じゃあね、続けていきましょう。よし、門が開きましたね。なんか洛陽もだいぶ汚いな。まあね、いかに炸裂したかっていうのがよくわかりますね。待って、粘土がある。迂闊には近づけない。指示の攻撃の意味は、あれを奪って粘土を壊しては。おお、あれ真似でしたが、うまくいったようで何よりです。こんだけ兵器が来たら怖いな。副将ですか。俺の守りは固いぞ。いつとも最後は。で、奪い取るわけですね。じゃあ潰していきますか。あと4機か。いいか、結構隠れてるか分かんないですよね。まあ連動もいいんですが、こういう兵士も潰してみましょう。
ケージか。全部破壊できたんですね。師匠で怠け癖が治ったのかしらね。一過性の夢でも喜ばしいこと。わらわらくんな兵士だ。ここで兵士ずっと潰してもしょうがないんですけどね。わらわらくんな。いやこんなんで稼げるんですね。意味いいのかなってぐらい。笑われてるな、本当に。まだやられてる。結構笑われてるな。しょうがないわ。無限通部署が来るじゃ仕方ないですよね。よし、もういいか。またこの宮殿に来たわけですか。よし、それでここは潰しましたね。ここからわらわら来るのか。よし、よし、じゃあ上行くか。喜ばしいこと。
するわけにはいかない。タッチ、この皇帝であるぞ。そう、戦いは終わった。我らは芝生さんに従いましょう。はい。逃げた。一時の敗北など構いません。敵将よし。じゃあ内部行けってことで、内部行きますか。芝生殿、こちらへ。この扉から中に入れますぞ。来たか。エグの手柄はしないとな。だいたい片目かな。お見事です。よし。しかしこの宮殿も結構こうやって舞台になるのすごいな。何度も何度もね。芝生殿、こちらです。私がご案内します。さあ、早く。こっちか。うわぁ、城内にこんなもん入ってんのか。配備されてるわ。かかったら無本人目が。お前はここで果てるのだ。受け取ってくれよな。よい、周到だな。受け取ってくれよな。受け取ってくれよな。これ使えってこと？いろいろ使ってもこれ、やっぱりあれなんだけどね。まあ好みでどうぞって感じですかね、これ。まあ面白いんですけどね、こういうの乗るのもね、たまには。ここまでか。ここまでなんだ。よし。この乱戦、我が知略で覆してみせよう。伏兵か。先生兄弟の様子がおかしい。用心した方がいいよ。
どうかな。次にルート回帰を回収して。よし。ここですか。開いた開いた。師匠との怠け癖が治ったのかしら。けど本気だぜ。復活戦に挑むのは喜ばしい。我が命は陛下に捧げてある。死んでもここは通さぬぞ。我が知略をもってしても叶わなかったか。いよいよ玉座ですね。この国が立ち、わずか40年真の大で滅ぼすことなどできようか。他に取るべき道もあったのに。陛下を支持し奉ったこと、生涯俺の胸に刻みます。そして歴史にも刻みましょう。この責任は必ず果たしてみせます。